はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。ニンニクのね、種の準備できましたので、今からね、ニンニクを植える予定地の耕機を始めます。で、あのトラクター入れるところは、今トラクター入れたんですが、ここはね、奥の方で、茎レタス、手前の方、左側がね、ネギで、奥の方に茎レタスが植わってます。で、ロータリー入れようとしたんですが、もう幅がギリギリでね、株元いくらか入っちゃいそうな気がするんで、せっかくね、茎レタス巻いたのに、巻いたっていうか植えたのにね、ロータリーですき込んでしまっては何もなりませんので、ここはね、トラクターを使わずオートカルチで耕したいと思います。じゃあ今から行ってきます。
ちょっとね真ん中に残ってしまいましたので、